とにかくプーチン氏には失敗してもらわなきゃいけない。5月9日に来るんです。残された手は多分3つ。核に脅されたアメリカ、なんとかしてください。本当にそれでいいんですか。子供が生まれなくなってしまったっていうのは社会の悲鳴、そんな無責任な政治はありませんよ。ご紹介いただきました衆議院議員の長島昭久です。さて、ウクライナですけども、相変わらず爆弾の砲撃が続いていて、昨日も駅に皆さん集合してね、避難しようと思ったらその駅を爆破するというですね、本当にとんでもないことが、起こってますし、もう本当に普通の市民がもう後ろ手に縛られるとかですね、手当たり次第に殺害されると、もうこれは完全に戦争犯罪でありますので、このことを指示をした、指揮をした、一番上はもちろんプーチン大統領ですけれども、現場の指揮官をはじめですね、これはもう戦争犯罪の法廷で裁かれなきゃいけないと。昔のプーチンと違うなんていう人も専門家なんかいますけど、そんなことないんですよ。あの人はずっと権力についてからずっと同じことやってきてるんですよ。彼は2000年にチェチェンというところでですね、全く同じように虐殺してきてるんですね。それから2008年、今ジョージアって名前になったんですけど、当時はグルジアって言われて、このグルジア作戦の時も全く同じように市民を集めておいて、バンバン爆撃したりですね、砲撃したり、地下室に乗り込んでいってですね、どんどん殺害したり。2014年15年はシリアでやった、シリアの政府軍をロシアが後押ししてやった時も化学兵器使いましたでしょ。だからプーチンはですね、今更何を驚いてんだと思ってると思いますよ。これ皆さんもテレビの分析などで、散々お話を伺っていると思いますけども、とにかく誤算続きなんですね。プーチンとしてはですね、最初の72時間で全部勝負片付けようと思ったら、ウクライナ軍がものすごい抵抗したということ、それからウクライナに対して西側がものすごい効果的な兵器、ドローンであるとかジャブリンっていってですね、戦車を破壊するような兵器とか、あるいはそのヘリコプターを落とすようなスティンガーっていうようなミサイルとか、こういったものをどんどん供給をして、それによっても全然訓練ができてない、お互いにこう通信も全然できてない。普通は軍隊と軍隊の間は機密性の高い機器でですねやり取りするんですけど、全然それが使えなくてですね、結局ウクライナ人から奪い取ったスマホで、連絡を取ってる。でもう指揮官の場所を通信傍受してますから、特定されて、もうすでに、6人の将軍がスナイパーで、やられちゃってですね、8人の将軍がもう更迭されて、作戦失敗ばっかりしてるから、1万人近くのロシア兵が戦死をしていると。19万人の9割ぐらいが今投入されてるわけですけど、そのうちの約 20% から 30% ぐらいがもうロシアとしては前に進めていくことができない、そんな状況に陥ってます。で、首都のキーウを攻めることは諦めて、この地図でいうとこの東とか南ですね、この部分さえ奪い取れば、あとはもう勝ったことにしようと。で、5月の9日がちょうどドイツとナチス、ヒトラーと第二次世界大戦で、ソ連でしたけど、当時は激しく戦いましたけども、それで勝ち抜いたその日が5月9日に来るんです。で、毎年大きなパレードをして、ロシア人はみんなでお祝いをするわけですけれども、そこにですね、合わせて、とにかくウクライナの戦争はこれで、勝ったと、ロシアは勝ったと、こう言って、あとはもう蓋をしようと、これが今プーチンの頭の中をよぎっているということなんですけども、これはゼレンスキーさんそれで、済ませるわけにはいきませんよね。当然のことだから。もうウクライナって国はですね、もうヒトラーに蹂躙され、スターリンに蹂躙され、もう今までこの西側と東をこうつなぐ、ちょうどこのつなぐところに、下の NATO の東方拡大の絵を見ていただいて分かると思いますけども、ちょうどこの通り道なんですよね、東西の。ですからもう何度も何度も何十万何百万という人たちが今まで戦争で、死んできた、命を失って、それでもまた復興してきた、そういう国ですから、いや自分たちは絶対諦めないと言って徹底抗戦の道を選ぶかもしれません。そうなったら、今すでにもう1000万人の方が避難をしている、国外に出てる人は400万人を超えて、4200万人の人口ですから、1割の人たちが
まあ、国外に退去しているという、まあ、そういう状況です。まあ、2万人以上の方が亡くなって、行方不明の方も含めると12万人ぐらいの方が負傷してしまっているという、まあ、そんな状況ですけども、それでもくじけずにですね、おそらくウクライナの人たちは、戦争を続けていくことになるんだろうと。で、私たちが今やってるのはですね、経済制裁、この経済制裁がどこまで効くかっていうのは実はクエスチョンマークなんです。一時ルーブルがバーンと半分ぐらいまで価値が下がりましたけど、今また元通りになってます。というのは結局石油とガス、天然ガスは、ね、今でもずっと売ってるんですね。売れば外貨も入るしですね、そしてその外貨を売ってルーブルを買えばですね、これはルーブルを買い支えていくことができる、まあ、いうことですから、まあ、残された手は一つは、まあ、スイフトっていう国際決済から、まあ、締め出しましたんで、まあ、とにかく国債がデフォルト、もう債務不履行に陥る、まあ、いろんなこう約束期限がこれから来るんですけども、それでとにかく不履行に、債務不履行に陥ってですね、もうこれでデフォルトってなるとですね、戦費の調達がこれ以上できなくなるということで、多分もうギブアップしなきゃなんないかっていうのが一つあります。それからもう一つはですね、部品とかですね、コンピューター半導体は 100% 日本をはじめ G7 の国々に完全に依存してるんですね。他にも輸入品の3割は G7 の諸国からの輸入ですから、大事な飛行機の部品とか戦車の部品とか、こういう部品が入らなくなって飛行機も飛ばせなくなる、戦車も動かせなくなる、いろんなその企業活動にも深刻な打撃があるという、この2つ目、これがまあ一つ、これから大事なポイントになってくると思います。それから外貨不足で、もうルーブルがどんどん価値が下がっていって、輸入品の価格がバンバン上がっていってですね、インフレですね、まあ、かつて冷戦が終わった直後はですね、ソ連が崩壊した後はインフレ率 2000% とかっていう、まあ、そんな時期がありましたけど、今はそこまでまだ行ってませんけども、これからじわじわ効いてきて、まあ、あるロシア人の女性がテレビのインタビューに答えて言ってましたけど、これからは冷蔵庫とテレビの競争だと。でテレビってのはつまり今プーチンが全部情報は統制してますから、テレビでやってるのはロシアは勝ってます、ロシアは、ウクライナ悪い、ネオナチの連中を痛めつけてますと、ロシアは正しいことをやってますというのをずっとやってるわけです。テレビ世代の人たちが、まあ、国が統制している情報に基づいてロシア頑張れってやってますけど、肝心の冷蔵庫の中に物がなくなればですね、これは何かおかしいぞと、大本営発表とは随分違うんじゃないかというふうに今思い始めて、国民の皆さんがどう反応するか、まあ、これがまあ3つ目で、4つ目もう一つはですね、制裁は実はそのプーチンを取り巻いている特権階級の連中がいるんですね。財閥のオリガルヒと言われている連中なんですけど、こいつらが海外で持っているさまざまな資産、これを今手当たり次第に見つけて統制してます。そう、彼らがいやプーチンと一緒にいるとね、儲かって、楽できるから、成功できるからプーチンを応援してやってきたけど、なんだと、話が違うじゃないかと、こういうことになればですね、場合によってはそういう連中が、まあ、離反をしていくということで、まあ、最後はプーチンが追い詰められると、まあ、いう可能性はゼロではありませんが、ロシアは戦時計画経済に、移行してしまいましたので、なかなか外からの圧力で、まあ、プーチンが値を上げるっていうのは見通せないんですけれども、この下の NATO の東方拡大っていうのを見ていただいて、一つはですね、ロシアって国は外敵からもう散々蹂躙されて、実は来た、そういう歴史があるんですね。まあ、17世紀はポーランドにやられ、18世紀にはスウェーデンにやられ、19世紀にはナポレオンにやられ、20世紀にはナチスドイツにやられ、そして実は21世紀にこの NATO の東方拡大ってやつでかなり追い詰められたっていう、ロシア人全体がそれはそういう心理になっている。ここに冷戦後 NATO の防衛線ってありますね。これが NATO の最前線ですね。でちょうどこのサンクトペテルブルク、ロシアの第二の都市があるんですけど、ここが一番大きな都市で
一番ロシアにとって西側の都市なんですけど、そこから見るとですね、かつての NATO の最前線っていうのは1600キロ離れてたんです。つまり東京から言うとですね、沖縄、那覇。ところが今ですね、その後どんどん東に拡大してバルト三国も入ってくると、今はどのくらい最前線が迫ってきてるかっていうと150キロ。150キロっていうと、ここから富士山ぐらいです。つまり沖縄のカナダにいた NATO がですね、実はもう富士山で迫ってきてると。これは、まあ、考えてみると相当な圧迫感が、まあ、あるだろう。でそこに今度は兵器を置いていくわけですから、ロシアを受けて。ですから、まあ、それは一つロシアにとってはですね、大きな反発の、まあ、エネルギーにはなったと思うんですけど、まあ、それよりも何よりもですね、プーチンは非常に特殊なですね、考え方を実は持っていてですね、まあ、元々彼は KGB の中佐だったんですね。ベルリンの壁が崩壊した時に実は東ベルリンにいて、まあ、それを目の当たりにしたわけです。中佐として、この野郎と、こんなことがあっていいかと、ロシア、偉大なロシアがね、こんなことで西側に負けてたまるかっていうのが実は彼の政治家としての一番の原点であったと言われてるんです。それから彼は去年の6月に論文出してるんですけど、その時にロシアとウクライナってのは兄弟だと、かつて800年ぐらい前にですね、このロシアと、キエフ大公国、このロシアとこの大ロシア、そしてウクライナを白ロシア、そしてベラルーシを白ロシア、この3兄弟が、まあ、スラブ3兄弟とこういうふうに言って、それを復活させるんだっていうのが、まあ、彼の、まあ、一番の根底になったと、こういうふうに言われてるんですね。でこれを皆さん、もし成功させちゃったら、同じようなこと言ってる人が、いや、アジアにいるんですね、アジアに。これは習近平さん。習近平さんは何て言ってるかというと、中華民族の偉大な復興を遂げるっていうのは自分の政治目的だ。これずっと言ってきてるんです。そして台湾は自分たちの、まあ、兄弟って言ってない一部だと。これずっと言い続けてきてるんです。もしプーチンがここで成功しちゃったら、よし、俺もできる。でまあ、当然のことはこれだけの反発を国際社会から食らってますから、その様子もずっと習近平さんは見てると思います。ロシアの戦い方下手やってるなと、自分たちだったらもっとしっかり戦えるようになってるのにと、ロシアみたいなヘマはしない、我々はもっと国際経済に対して、まあ、アドバンテージを持ってるんだと、まあ、こういったことでですね、今習近平、氏はですね、ずっとこのロシアのウクライナあの情勢っていうのをじっくり、見極めて、そして、台湾に対して自分たちはどうやってやっていくかってことをずっと考えていることになると思いますね。ですからとにかくプーチン氏には失敗してもらわなきゃいけない、これを成功だというふうにしてしまったら、まさに力による一方的な現状変更というものが許される社会になってしまうというんですから、まあ、今ウクライナの人たちが本当に命がけで、まあ、抵抗してくれていますので、そこをやっぱり我々はまず後押しをする、これ一つ。それからこれを成功させないように、さっき言った経済制裁を含めて、しっかり、ロシアに対して圧力をかけ続けていく。やはり我がことのようにですね、本当に日本あるいは台湾、この日本の周辺でこういったことが起こらないような、まあ、そういうですね、手立てをきちっと講じていかなければならないというふうに思っていて。